こんにちは、レンジです。天柱紅の続きをやっていきます。今回は、リンちゃんのステージやっていきます。あれ、やれないじゃん。ちょっと、あ、こっちか。え、何2の1ができなくて、2の2はできる。で、こうやって、セレクトを押すと、任務の詳細を見れました。集落を探索せよ。前のやつ。で、今回は、里を襲撃した敵をすべて見て、はい、いきます。なんで2から？友も、家も、野も焼かれ、心も焼かれ、立ち尽くす。抜け殻はいらぬ。少女をすり抜け、炎は羽ばたく。頬を撫でる風、熱を帯びて降り注ぐは、雨上の雨ならぬ嘲笑のすす煙。やがては空も焼かれ、焦がされ黒く染まる。少女には見上げることしかできぬ。ただじっと黒く染まる空を望むことしかできぬ。すすを流すは悔恨の涙。心に宿す誓いは復讐。それもすべては別れの後で、今はただ友のもとへと駆け寄るばかり。第2話、決意。いや、第1話飛ばされたよ。あ、でも、リンちゃんの第1話は、あれか、あやめと、会う。あれ？リンちゃんはリンちゃんでアイテム持ってんのか。はい、ケイ。里を襲いし敵、すべて仕留めるべし。水場は泳いで渡るべし。あ、泳げんだ。すべての敵を撃たずして里を出ることを叶わず。なるほど。全滅させんな。で、前回、あやめが終わったところで、あ、ババ、やっぱり、あやめと会った後の話だ。リン、ふたば。いや、こいつ。私はもう、ダメさ。こいつ黒幕だよ。しっかり、その奥の道を抜ければ。里を出ることができる。警備を使ってるぞ。一緒に行こう。私はダメだ。先に行くんだ。あんたのこと好きだったよ。どの口がそんなこと言うんだよ。ねえ、棟梁やったのこいつだよね。ああ、死んだと思ってる。絶対後で出てくるよな。リンちゃん手おっきいな。私も、双葉のこと、好きだったよ。さよなら。さよなら。起き上がるぞ。ほら、起きた。甘いね。やばい。あれは生かしておけ。ん？なんでだよ、十蔵。あんたが皆殺しの命令を出す。双葉。かっこいいね、十蔵。わかったよ。後ろ髪言ったくの一はどうするんで？かっこいい。箱掛けの宿におびき出せ。厄介な奴かどうか見定めろ。箱掛けですね。しのぎ、乱蔵がくの一を殺さぬように見張っておけ。面白いだ。任された。かっこいい、みんなかっこいい。かなわねえな。始まった。お、あれが敵の数か？ろうそくの。あれが。しゃがむのは、こうか。こっち側に、いるね。え、どこ？一回そこ降りる。あ、こっちじゃねえ。こっち誰？
いな、いね。いないいない。ここに落ちてたアイテム、復活してねえか。してない。え？ちょっと待って。この子。あ、ちゃんと刀使うか。はぁ。はい、OK。あれ、どこだっけ？こっちか。こっちにはいないね。こっちはあやめが来た方か。あれ？ここら辺もあやめで通った道だな。この奥だな、じゃあ。こっちだな。ここにいるでしょう。いたー。いやー、こっち向いてる。おぉ、歩いてる。やべ、来るか。今だ。いや、ちょっと一回、逃げよう。逃げますよ。あれ？ぶら下がれない。バカ。隠れんぼ。どこへ行った？よし。はい。お。背中越し。かっこいい。負け負け。いやー、早速見つかっちゃいましたね。ここ泳ぐと、多分バレるから、あ、ダメか、届かない。いや、やっぱり。近いよ。この下にいるな、きっと。お。あ、見えねえ。いた。おお。このカメラがさ、良くないよ。チャンス。あぶね。おろち、おろち回し。あ、バカバカバカ。うわ。ふう、ここまでは追ってこれねえんだな。バカ。この青い札は、さっき立ってるけど、見つけてない。赤い札がやばい。もうあくびしてる。はい、早く行きな。よっしゃ。あれ？今のダメ？くれなかった。ムービー出ないとダメか。いた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 。思いっきりこっち向いて。はい。おろし回し。違った。竜の王。入れんの。おっと。いた。いや、来るね。あれ？止まった？止まってる。バカ。背中越し。チャキーン。
ら下がれない。来るか来るか。来ない。おい。竜の王。お、なんか欲しい。おにぎり。お、入れる。近い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 。あれやばい。よし。危なかった。よし、行くぞ。いや、まだ来る。これ向け。いやー、まだ来る。止まってる。止まってる。うわ、まだ来る。よし。次。いるよ。この移動いいね。痛い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 。あぶねえ。こっち来んなよ。来んなよ。よし。いや、あっぶねえ。はい、チャンス。シャギーン。あと2匹。こっちじゃないね。あっちか？え？いる？あ、いたいたいた、下だ。ダメ。見られてる。あ、そこにもいいんじゃん。こっち来てる。来てる来てる。来てる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 。見えてないね。振り向け。オッケー？オッケー？あっち歩く？ああ、息が詰まる。よし。お、新しい技。三手詰め。で、あとこの下の。おなごを。あっち行け。歩け、歩け、歩け。もう行っちゃう。ほい。よし。全滅。ふぅ。結構見つかっちゃったか。リンちゃんかわいい。あ、船で出るのね。うん、いい恋っぷりや。ふるさとの里を離れて、思いにふけてますね。お、キツネの面を拾った。仇はきっと撃ってやるからね。泣いてる。いやー、勘違いなんだよね。あやめは仇じゃないんだよね。
なんか戻ってる。お、すごい、何これ。総合点397分、始末屋って書いてる。なんだろう、あの特殊って。敵殺傷数10分の10。無抵抗者殺傷数はこれ多分減点になるんだろうね。ああ、細かく出るね。騒乱時間2分。2秒か。無傷。ああ、これが特殊か。無傷。任務未使用。全印刷。ああ、なるほどね。いろいろそういうボーナスポイントがあるんだ。うわ、な、めっちゃアイテムもらってんじゃん。リング未使用、いいね。簡単だ。ハゼ車。ああ、ヤシチが使うやつか。相手に飛ばして R3 ボタン爆破すんの。さあ、忍術は何を覚えるかな。あ、何も覚えれねえ。ああ。いいね、リンちゃんの方が楽しいな。なんか、動きが機敏。二人とも可愛いから、どっちもいいんだけど。あやめはかっこいい。まあ、始末屋。多分、始末屋って一番上のランクじゃねえかな。金色がかかる。これはまだ条件達成してない。これも条件達成してない。うわぁ、なんかほんと、時系列飛び飛びでいくな。次3の1じゃなくて3の2になるんだ。はい。じゃあ次は、あやめの番ですね。りんちゃんのこことか、ここは、まあそのうち、出てくるんでしょう。はい。じゃあ、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。